四代目桂文ラ助は東京都江東区出身の落語家。落語立川龍に所属していたが2015年に脱退。本名松田春彦。神奈川県立神奈川工業高等学校卒業。出早市は激ざる。落語立川龍切手の舞踏派、相撲話のスペシャリストと評される。七代目立川男子の総領で死であるが最初の師匠。 六代目三少へ枯渇の死去による遺跡のため、最初から男子に入門したわけではない。そのため、実質的な男子一門の総領弟子は、最初に入門した十代目土橋リウバであり、男子没後の落語か川流代表にはリウバが就任している。相撲話を演じることが多い。これは、本人の段によれば、かつて文字助が、師匠、男子の相撲話に、 おかしな部分があったため意見した際、男子から、それなら俺は今後相撲の話はしない。その代わり、お前は、明日から相撲の話だけをしろと命じられたためとのこと。実際に、相撲部屋へ稽古を見学するほどの相撲研究家であり、歴代横綱を言い立てるゲームを持つ、商店の初代座布団運びである。商店交番後には、兄弟子、三章家勝次が、 大切メンバーとして出演していた。2021年現在、1966年の放送開始当初の商店メンバーで唯一の存命者である。大の日本酒好きとしても有名であり、特に菊、まさむの上線を好む。離婚を経験している。2015年に立川流を脱退した。弟弟子にあたる立川男子郎がツイッターに投稿したところによると、 本人曰く、文字序組を旗揚げしたとのことだったが、事実上の休業状態となり、目立った活動を行わなくなる。その後も、ダンシロ郎が、ツイッターで最新の動静をしばしば伝えていた。2017年4月には、ダンシロ郎の独演会に、ゲスト出演し、元気な姿を見せている。2017年9月22日、TBS の番組、爆放、ザ・フライデーでは、 立川流を脱退後、叫びたりの日々を過ごしていることが伝えられた。また、2018年10月12日の同番組では、飲酒時に脳梗塞で倒れて、救急搬送された後、入院していることが明らかにされている。2018年12月末からは、群馬県大良郡板倉町にある、サービス付き高齢者住宅に入所していることが明らかになった。全名は、 快楽亭小ブラ。本名は、張美清。1971年5月27日生まれ。2005年、二代目快楽亭ブラック門下から遺跡。2009年、廃業。ありがとうございます。